では、マーセナリーズ、続きやっていきたいと思います。前回はビレッジを SSS というとんでもないスコアでクリアしたところで終えました。じゃあ今回はキャッスル、ドミちゃんちをやっていこうか。フロア4フロアまであるんだけど。今回何が強いんだろうな。なんか、弾数見ていくか。あ、でもやっぱハンドガンじゃね？ねえ、はいはい。はいはい。俺ちょっとさ、ハンドガン信者になっていいか。武器の確保は何よりも重要ですよ。違う武器使っていきたいけど、いや普通にこれが強いだろ。マジで冗談抜きに、俺がそう思ってるだけで実はそんなことない。これしっかりさ、何せこっちも商売ですので、ね、でレミ撃って、レミちゃん撃って、でスナイパーの弾もいらない、ショットガンの弾もいらない、回復薬なんてもっといらないでしょ。で、その分、1911をカスタマイズしていくわけです。あれ、なんかこれ前回と一緒だぞ。少しお前。っていうか。で、124になったら、相談数をさ、上げてさ、なんか、ぶっぱすんのマジで強い。じゃ、これだろ。もう、勝ちました、皆さん。もう。もう何もいらないです。はい。では、やっていきたいと思いまーす。序盤には何もアイテムが、アイテムないよ！ここってもともと確かさ、地下ってアイテムなんもないな。目の前でそのまま進んでっか。この辺りにはアイテムはこれで無理。あの、皆さん無理ですもん。あの人ね、ハンドガンじゃ、倒せるは倒せるんだけど、装甲が貫通できないわけですよ。なので装甲を剥がす武器を手に入れなきゃいけない。あ、パイプ爆弾。いいじゃん。これいけんだね、パイプ爆弾で。これでどう？外れる？外れ、あの、すいません、外しました。パイプ爆弾もう一個、ハンドガンの弾、あれこれ積んでね、これパイプ爆弾をきれいに、あ、ここにあるわ、いいの、はい、ナイス。あ、地雷でも OK なんだけど、こいつを装備して、おい、あー、ちょっと邪魔です、邪魔です。噛みつき投げ、これでいい感じ、分かってない、はい、これでやっとダメージ入れられる。で、これコアが弱点だから、は、あー、は、邪魔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 待って、これめんどくせえ、雑魚買ってからだな、これ多分周りの、あ、や、移動してた、はい、ナイス。で、拾って、で、ちゃんと分かった、するとで、横にスキルがあるな、オッケー、アビリティを習得、ナイフマスター、マジックマガジン、銃の相談数が2倍になる、これいいじゃん、これか、マジックマガジン、前回のやつ、この先でいいのかな、一応敵は多分全部倒してるはず。で、鍵がないから、この人は普通に倒すしかない。お金はちゃんと拾って、で、ハンドガンの弾で、こっち側だよね、確か、はい、お金なし、お金ナイス、お金、あ、まだ生きてる？はい。このハゲてるライカンさ、セブンのファミパンおじさんに見えてくんだよな、だんだん。あ、待って、この人強い人じゃん。カチカチくん。連射速度上げるか、すげえ。威力と。相談数は結構、40でもそんな悪くない。で、アビリティしっかり取ってこう。アビリティを、アウトレンジかな。これを取って、なんか奥にそこにアイテムあるな。ハンドガン弾だけどいいか。あと3体出てくるはず。出てこなかったらもう、やり直し。あれ、これ、ボスいんのかな？あ、いないか、さすがに。はい、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 はい。この割合アイテムないな。オッケー。おーしゃー、19体。これ、結構悪くないんじゃない？もうちょっと早くいけるな、多分。一回ライカンに噛まれちゃったけど。まあ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 。まあまあ許容範囲でしょ。これ、ちょ、待って、一発 SSS あるんじゃない？これ。これで武器のカスタマイズ。で、まずは威力よ。うん、で、連射速度を上げた方が多分強い。5000か。なら、ショットガンの弾を撃っちゃって、スナイパーもいらない。回復はもっといらない。地雷はまあ残しとくか。ワンチャンさっきみたいなパターンあるから、連射速度を上げちゃって、で、40発あれば多分大丈夫。カスタムでしたらすぐにできます。行こうぜ。めっちゃスイスイじゃね。俺もう場所しっかり覚えてっかんね、マジで。
え、これってこっち？こっちかな？なんか中いると思わない？中だよね、これ絶対。外も行けるけど。うわ、なんかあんのかな、あれ。うえ。はい。はい、どんどん行くよ。やべ、こっちなんもない。はい。で、アビリティある。はい、ナイス。いいよ。アビリティ取ってこう。これなんだ。ショットガンマスター、スーパーガード、アウトレンジ、アウトレンジ。よろしいよ。お金をしっかり、稼いで、後々楽にしていく。いや、最初の時間もったいなかったな。あっちが行ったやつ。これでクリアタイムを、ちゃんと引き伸ばして。で、こっち側で、これで城の中は、あ、これデュークの店はいけない。左と右。あ、アビリティある。ちょっと待って、なんか落としませんか、皆さん。敵は HP がそれで、こう、こっちかな。あ、これでも。OK。レートが高すぎて。レートが高すぎくんすぎて。あ、危ねえ。あ、ここで復活するのか。まあ、いいよ。これで外行くのか。あー、ダメ、それ。ダメ。危ねえ。何体くんのこう。リロードアップもなかなか悪くないか。そう考えると。これでこっち側行って、こっち側からスタートしたんだから、こっちね。あ、もういっぱい来るんだ。あ、で、こっち側行くのか、流れ的に。OK。もし SSS 取れなかったら、しっかりこのルートで。なんか後ろから落としない？気のせいか。で、これで、ちょ、クリア、あれ、これ、取れない。しちゃいいよ。なんか落とすんだけど、左から。猛獣いません？なんかちょっと。はい。で、しっかりスキルを取っていきたい。なんか全然敵の数でさ、俺じゃね？あの、こんなくね？来たわ。なんで手前のやつ当たるのそれ。きついっす。これきついっす。なんか敵足んなくねこれ。まだ奥あんのこれ。あ、奥ある。え、奥ない。え、7体足んねえんだけど敵。え、あ、はいはい、戻んのか。7体も来る？ 7 体も来るか。あ、まだいるわ。ちゃんと近づいて。はい。いいよ。OK。このお金をしっかり回収して、戻ると。いや、これ結構時間使っちゃったかも。ナイフ持ってると早くなるらしい。これを使っていかなきゃいけないのか。おい。いや、どうだこれ。最初、ちょっと時間もったいなかったな。あの出現場所やっぱしっかり覚えとかないとダメだね。ただ多分そんなに悪くないはず。そんなに悪くないと信じたい。で、これで君をチューンアップして。おいえ、何もできました。俺医療の癖あるからこっちを強化した方がいいか。で、これともう一段階いけねえかな。良心的な価格でね。もう一段階いけたら嬉しい。地雷は残しとく。ああ。これ無理か。相談数を。あ、いける。最大クール。この程度のカスタムでしたらすぐにできますと。はい、最強。僕の武器は最強です。140発。資格は何もなしか。OK。いいよ。移動でも早い。はいよ。はい。で、これ割ってハンインファイターかな。あー、ちょっと待って、中庭もいけるけどこっちもいけるぞ。多分こっちが正規ルートじゃない方だよね多分。あっ、待って、なんか出てきたんだけど。これ倒せるの。あ、倒せるわ。あ、弱い。嘘じゃん。弱すぎる。あー、最悪。もったいねー。お
前の方が強え、ボスより。拾ったよね、ちゃんと。ボス倒した。で、これ中庭か。これ多分ルート的にこれだな。合ってんな、これ。この。なんてことを。かわいそう。いいね、いいね、いいね、いいよ。この武器強くね。ハンドガンマスター来ねえかな。アジリティアップ、移動速度アップだな。500円取った。この上の階行ってみるか。ここどう？あ、来た。やっと私に会いに来たの。これで3周目終わり。ほら、ドミちゃんも出てくんのかな。これここはもう用なし、用なしだ。あ、いや、まだある。初めからここ開いちゃってるもんね、全部。これでも敵逃したらわかんねえぞ。何体湧いてくんだ、こう。ここで終わり？マップがあれだから、どこでどの敵が湧いてくるとかわかんねえんだろ。あっ、違う、これ上がってきたのか。で、左か次。こっちだ。いる？あいつ出た。いいよ。何それ？で、これでこれ壊す。クリアタイム増加。で、これでこっち。で、500円ありのなんかあった。で、こっちか。で、ここ下降りて、道中いなかった、いないわけないの。邪魔邪魔邪魔。回復薬、いいよ。で、こっちか。いや、これまずこの銃が強い。なんだこれ。あー、待って、危ねえ。行きかけた、ほぼ。はい、1500円。なんかいる。ちょっと多すぎ、多すぎ、多すぎ、多すぎる敵が。で、これなんだ、これは。インファイター。弾2倍強いな、マジックマガジン、マジマガ。で、あっち行けと。うわ、来た、変なの。なんだよ、こっち側の奥は行かなくていいのかって。あとはこいつら倒したら終わりかな。あともう一体いそうだけど、あれ、いない。もう一体はこっちの上の奥。あれ、なんか人足んねえぞ。あ、最後ドミちゃん出てくんのかな。これどこ。あ、こっちの、あ、違う。あ、え、どこ、これ、さっきのところの2階か。これどこだ、やべ、わかんねえ。こっちの上の奥かな。やべえ、やばいやばいやばい。こんな覚えられる気しねえ。あれ、一体足んねえぞ、敵。え、どこ、マジでわかんねえ。ちょっと最悪。一体どこ、一体いねえ。おい、ふざけんな。あと一体どこ、マジいねえ。え、声もしねえんだけど、エネミー。いたわ、ふざけんなよ、マジで。これやったわ、これはきついかも、クリアすんの。いやー、これ SSS いけねえな、多分この遅さじゃ。あ、え、ゴールすげえん中。あ、ちょっと全然入らなかったんだけど。いやー、これやったわ。これいくらだろう。ちょっと見ないでこう。最後の楽しみにしよう。次でラスト。ただ欲しいものが、もう特にないんだよな。武器のカスタマイズもやることないし、もうパイプ爆弾と、一応買っとくか。いらないしな。ハンドガンだけでマジックマガジンが出たら、結構、1戦闘終わった瞬間に、なんだ、回復じゃねえや。リロードするって感じでいけば多分。またお会いしましょう。これってルール説明だけだよね。オッケー。いや、これ見ないでおこう。何ポイント欲しいか。多分百何十万ポイントとかなんだろうな、きっと。いいよ。またここか。
こっち出口。なんか置いてもパイプ爆弾。あ、クリアタイムアップ。こっち多分最後だと思うから、まず場内から片付けていく感じでいいのかな。ずっと真ん中これ。なんか、いる。ドリルマンいる。あ、いたわ、ドリルメン。あ、いたわ、危ね。で、こっちか。暗示人形。あ、暗示人形。暗示人形に導かれて上来ちゃったけど、ついに上やるか。暗示ずっと待ってたのって言われちゃうじゃん、また。はい。500円。で、あと、ワインセラーはいけない。こっちない。いる。倒す。ここには敵いない。ってことはもうここは用済みか。こっちがいけないよね。いけないの？オッケー。ってことは下だ。あ、ドミちゃんだと思うんだけどね。で、これ正面行って、終わったら中庭行こう。あ、来た。はい。いいよ。いいよ。おー、めっちゃいいんじゃん。おい、これはずるいだろ。ふざけんな、こいつ。こいつ。ガンマチくん。ガンマチくんいた。あそこクリアか。あれ、これってそっちもクリアでいいのか。なんかいそうじゃねえ、まだ。あ、いたわ、危ねえ。こっちは？こっちいけない。まだ湧くわ。まだあるっしょ、まだ。まだ出るっしょ。もう出ない。もうまだいるわ。ドミちゃんが出てこないのおかしくない？ドミちゃん。あ、いた。え、まだ、え、これどうなの。全然敵の数足んねえんだけど。あとは外出てきゃいいのか。これ取って、これか。いいよ。だから、いやー、最悪。ちょっとやばい。引っ掛ける。やめて。危ねえ。一応回復持っててよかった。回復薬って確か押した瞬間からもう使う判定になるから、確かそれでいいんだ。初めから体力ゲージ見えてんだけど、あれ足んなくね、敵。こっから残り全部出てきてくれんのか。いける？これ、たん足りる？あ、来たわ。これはパイプ爆弾。ナイス。終わり？まだいるよね。え、まだいるよね。え、足んないんだけど、敵。みんな、足んない。敵がいねえ。え、どこ？敵足んないんだ、なんか、え？もういつ湧いた？これ、倒した後じゃないと湧かないとかある？そんな悪いことないよな。あと3体。上だ。ちょっとあんま強い敵来ると、ちょっときつい。あと1体どこ？あと1体どこ湧き？あ、いたわ。あいつ当たんねえんだけど。あいつ当たんねえんだけど。ふざけんな。なんで当たんねえんだよ、この距離で。お、やべえ、これいける？一応ハンド、あれか、ナイフ構えていくか。あ、ナイフ構えるとやっぱ露骨に早い。これだって、頑張って周回した方がいいのか。忘れちゃうな、これ。倒して戻らなきゃいけないのかな。あいつを倒した瞬間、後ろで湧くとかいう流れなのかね。
じゃあこれで終わりや。いける？これで4つ目だもんね、フロア。いやーこれクリアタイムどうだ。お金も一応ガンガン拾ったけど、うわ A だわこれ。ダメ？マジで？何ポイントなんこれ。あ、正直に5000円、ファクトリーの追加。これ何ポイントだ。130だったよね今。これ無理だろ。176以上ってことでしょ。いやこれきつくねえか。じゃあ行くぜ。で、カチカチ君が最初にいるからカチカチ君を無視して、奥の爆弾で巻き込んでいく感じの方が多分いいな。カチカチ君を最初無視で、トリマー最初はここのタイムアップだけ取って、で、ここらにいる寝てる人をスマッチしていくと。強くないと思うぜ。やっぱ俺が本編で買えなかっただけのことはある。あ、弾がちょっと少ない。あー弾少ねえよ。過信できねえな。ちゃんと狙って撃たないと。まだカチカチ君来てないな。あ、集中しちゃった。はい、ライカン邪魔。これライカン君のはもう覚えてると。カチカチ君まだ来てないな。ここに寝てる人いるけど、ちゃんと倒しておいて、もう一体ここくらい。カチカチ君をしっかり当てるようにしたいんだけど、もうちょっともうちょっともうちょっと、カチカチ君、カチカチ君こっち。で、これで、やって、カチカチ君のコアを出す。ただやっぱ硬いな。あー、弾数が足んねえかっていうか。カチカチ君。あ、これ、微妙かも。いやー、惜しい。カチカチ君。はい、もう完全にレートでやってる。マジックマガジン出たら、でかいんだけどな、これ。まあ、ハンドガンマスターでいいでしょう。ちょっと時間から、やっぱ弾数欲しいな。ひるんだ後、勝ち込んでく。弾が欲しいから。やっぱりもう、やっぱ20発ないと厳しいか。この弾を取り忘れず。あ、で、この中にね、ハンドガンの弾、前回取り忘れたけど、なんだよな。で、こっから左側から出てきたような気がする。あと、なんか、あれだな、弾数が少ないんなら、そもそもの、連射の速度を上げるやつとか、欲しそう。残り弾でいける。あ、いけないか。OK、OK、OK。まだいたはず。で、これ、ボスが確かいなくて、左側から3体出てくるんじゃなかったかと。あ、右か。はい。あ、いた。あ、ついで。ついでなんだけど拾わせてないね。OK。あとこれ拾って、こうと。OK。まあ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 、でも時間かったら、カチカチ君の処理は、多分爆弾でやっちゃうのがいいと思うんだけど、どうなんすかね、これ。まあ、ゾンビを巻き込んで倒してもよかったのかな、そこら。まんま、スコア変わんなそう。最初やった時と。まあ、ここらはそんなに、差が出ないと思っとこう。じゃないと俺のメンタルが持たねえ。ハンドガン多分撃ってないな。で、上手い人見たら、なんかね、スナイパーライフル使ってた。で、地雷はいらない。設置してる時間がないわ。で、相談数を取り、まあ、20まで上げて、あとは威力。やっぱ威力上げるのが正義よ。ちょうど結構、お買い物上手。192まで威力きた。銃のカスタムも受けたまり、ご利用。あれ、ここどうだっけ？中庭だっけ？ここ出てくるのって。で、これ、左側行くのは最後にして、で、このまま、右曲がりで、行きたい。はい。ここでマジックマガジン来ねえか。マジックマガジン出たら熱い。来たー、神。あ、下打ちしちゃった。まあ、いいでしょう。モロアイカなんで。で、こいつはここ一体だけだよ。いや。はい。いいよ。星食べ精度がでもあんま良くないのかな。で、タイムアップ取って。あ、こういうお金の、ね、取り忘れが一番ね。これお金ちゃんと拾っていかないと。確かに査定悪くなるんだよ。お金ちゃんと拾ってないな、ボーナスがあるんだよ。あれ、これ戻るんじゃなかったっけ。あ、戻って湧いてないのか。オッケーオッケー。あと、あ、違う。これ後々に戻ってくるのか、また。確か。後々に戻ってくるような気がする。確かね、なんかね、敵倒した数足んねえわってなって、確か戻ってくんのよ。おる。
強くないこれ、この銃、この銃めっちゃ強くね、俺がそう思ってるだけ。でこれはちゃんと爆発させて倒して、こいつももうレートでご利用しよう。あ、多すぎ多すぎ。あ、ここはでもそんなに奥まで行かなくていいのかな、引き寄せていく方がいいのかも。でちゃんと死ぬまで待って弾を拾う。でこれは無理して取らなくていいのかな、なんか正直今の状態で結構強いから、まあ、ヘッドショットのやつ取るか。はい、40発。あ、お金、まあ、帰り拾うんだけど。でここで足りねえなで倒して、この状態でもお金は拾える。強くねこの時間。なんだこれ、あ、なんかいた、誰だこいつ。でこれで終わりか。 OKOKOK いいよ。一応ハンドガンで足速くなるか分かんないけど構えていこうぜ。いや、いいんじゃね、結構タイム一番最初に比べてさ、そんなに悪くない。あ、この次か、中庭、中庭行かなきゃいけないの。中庭行って、なんかあのあれだ、3姉妹の1人と、1人っていうか、まあ、ここで3人やるんだけど、次のフロアでそれを倒していくはず。このレートだったら3姉妹もすぐ秒でやれんじゃね。前も結構秒だったけど、いらないいらない、ショットガンもいらない。パイプ爆弾も残しとくか。これはこれは。で武器のカスタマイズを、まあ威力でしょう、威力と、まあこれと、すぐに仕上げましょう。まあこれも一丁上げとくか。はいはいはい、これで今のところもほぼ最強。行くぜ、どんどん行こうぜ。あ、これどこだっけ、これこんなとこあったっけ。やべ、記憶にね、こんなとこありました。こっち先行くんだったっけ、もう確かそうだよ。なんか一応順番がやっぱね、食事前のいい運動になる。ハムやばすぎやばすぎ、かわいそう。お前は、あ、まだいた。かわいそう、出てきて早々、出てきて早々あの世ですよ。でこれ取って、あー、まあヘッドショットかな。これ確か、確かね、最後があの階段の方だったと思うんだよ。あれ、なんか今いなかった、あ、いたです。であの空飛んでるやつが出るんだよな、めんどくさいことに。で先にここの中庭的なところを掃除してしまって、こいつはマジで害獣なんだよ。もういねえか、早くお金落とせ、150円。やべ、拾えてない。ここはタイムアップだけで、もうゾンビいなかったっけ。こういうとこマジでね、後々帰ってきたくないから、まあ取っといて。これもスーパーガード、あ、移動速度アップ、こういうのも見過ごせないから。チッス、あー、これどうだったっけ、確か最後があの3姉妹のボスがいたとこだったと思うんだよ、こう終わり場所は。だからなるべくそこを最後に行くようにして。いやー、これ移動速度アップ出るのと出ないのと、じゃああれだね、天と地ほどの差ない、これ。これ移動速度アップとか取れたらさらにあれなのかな、よくなるのかな、俺の体良くなるのかな。で空から飛んでくるバカが確かね、これ来んのよ、あいつだ。でこいつパイプバカの投げといて、ひるませて倒す、で倒す。もう一匹いた、まだいたよな、あ、いたわ、はいはいはい。でこれでいいのかな、お金拾えてねえけど。でボス部屋行って全部じゃなかったっけ、この右側。やっと私に会えた。そこだよね。いや、私まだ死にたくない。湧いてきて、皆さん、時間ですよ。最適化されてない？あと3体出てきたはずなんだよ、ここで。あれ、これ逃してる？いなくね、1体。
うわー、これやった？いねえぞ。うわ、これやったかも。え、どこマジで。ラスト1体。下か？ちょっと、お金拾う。え？あー、お前遅いよ。なんなんこいつ。マジで。なんか脇地、あれなのかな？最後、絶対遅く湧くようになってる。あの、クイックターンしないで。あいつ、待ってなきゃ、こいつを倒した後に下なのかな？行った方がいいのかな？あー、どうなんだろう、あれ、俺が逃したのかな？何あの一体あいつ。流れで出てこいや。101万。これ、きつくね？ 101 万って。160でしょ、確かクリア。ちょっと、あなた。170以上だわ。え、これ無理じゃね？いける？ここから70万を稼げんの？これ。大丈夫っすか？これ。お気になさらず。回復いらない。ショットガンもいらない。え、いけんの？これ。ほんと？では買い取りましょう。本当にいけます？カスタマイズ、これで最強。すぐに仕上げましょう。相談室も最強よ。で、次ラストだよね、確か。パイプ爆弾とかも買っとこうぜ。よっしゃ、行こう。またお会いしましょう。64発。負けるわけがない。はい。いいよ、お金拾うよ。これもレートで取る。あ、暗示爆発すんの？もう一周回ってきたような気がするんだろう。で、相手が勝手に来てくれて、来てくれるはず。はい、はいはいはい。いいよ。もう火だるまさんいなかったっけ。あ、なんかいっぱいいるわ。で、この椅子じゃなくてこいつがいると。ライカンもいる。この敵多くね？あれ、こんな多かったっけ？最後だから。あ、でも意外といけんのかな、ここから60万ぐらい。倒す。1000円。あの子、ドリルマン出てこなかったっけ？で、これ確かね、最後帰ってくんのよ、ここまた。確か。壊す。あ、こっちかな。で、次のやつの威力が上がる、これ。ピックルシューターみたいなやつ。はい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 。で、これは、まあ、後ろのやつはまあ、置っといてもどうせ、入ってくるし。で、この奥確か湧いてくんだよな。ここらでちゃんと敵倒しといて。はい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 。あ、やばいやばい。あー、時間ももったいない。やめて、長すぎ。ダメージ食らうのはいいんだ、別に。時間ももったいない。やめてください。まだ湧くの？君、帰りにやるから、ちょっと待ってもらっていい？あ、こいつだ。で、こいつは食らわないから投げといて。あ、痛い。レートで殺す。奥になんかなかったっけ、タイムアップ的な。よしよしよし。神、噛まれた分をリカバリー。で、これで、あと14体ぐらい足んないから、しっかり戻って。あ、なんか弾が開くね、俺。あ、これやばいかも。もしかしてまさかの節約？節約しないとダメなパターン。そうでしょ。確かここらで湧いたはず。ちゃんと ADS。はいはい。ちゃんと ADS 必要。あ、これは、はい、 OK。 あ、でも弾なんとかなりそうだな。で、これ拾って、お金もこいつ倒したやつも拾って、ライカン倒す。あれ、これでもルート間違えてんのかな。どうなんだろう、これで合ってんのかな。なるべくもう場内に帰りたくないんだけど、でもこうやっ
ってやんないと多分あっちなんかアーマーのあいつを倒した後じゃないとフラグは立たないと思うんだよな、こっち脇の。多分だけど、わかんないけど。いや、これいけるか？こっからボーナスあっても20万ぐらいじゃね？また140万ぐらいで終わりそう。いや、これめっちゃむずくない？これって。あと連続ボーナスとかもなんかやっていかないと稼げないかも。いや、いけるかこれ。180。あ、どうこれ。SSS じゃなくね？うわぁ、マジで？あとちょっとじゃん。マジかよ。